JPC インフォメーションレディオ。皆さんこんにちは、ジャパンポニーコンスタッフのチッキーです。 JPC インフォメーションレディオ、この番組は日本で行われますマイリトルポニーファン交流イベント、ジャパンポニーコンの最新情報をお送りする番組でございます。今回はジャパンポニーコン2017の企画について紹介していきますので、どうぞ最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。JPC インフォメーションレディオ、この番組はジャパンポニーコンの提供でお送りいたします。はい、というわけで、早速ね、今日はゲストが来てますので、ご紹介したいと思います。ジャパンポニーコンスタッフの白木さんです。こんばんは。はい、こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。白木さんはですね、ポニコンの企画管理ということで、はい、ね、今日まで頑張ってますけども、はい、いやー、白木さん、もう本番まで、もう本番まで、ね、あと1週間あったらいいなっていうぐらいですね。はい、このね、放送自体が何日かまだ分からないですけど、でも間違いなくもう、はい、カウントダウンの秒読み段階なんですけど、そうですね、これを皆様聞いてる時には、おそらく、もう、秒読みかなっていう頃ですよね。ね、ちょっとそれぞれのなんか準備をしながら、このラジオ聞いてたら、すごくね、嬉しいなって思ってるんですけども、はい、今日はですね、はい、白木さんをお迎えしたわけがありまして、ね、いよいよ本当にもうすぐ、ジャパンポニーコン2017が始まるんですが、それに先立ちまして、各、はい、企画のですね、今日は説明というか、タイムテーブルとかはね、ホームページ上に載ってるんですけども、各企画これがおすすめなんだよっていうですね、スタッフだからこそ言えるような、メッセージをぜひリスナーさんに伝えてほしいということで、今日は白木さんに来てもらったということでございますけども、はいはい、本当にね、企画を今、もう絶賛中身を作ってる最中なんですけれども、もう自分で作りながら、これはもう絶対面白いぞって、思いながら作ってる最中なので、もう人に話したくてしょうがない、もうワクワクしてる状態なんですよね。はい、なんで、もうこの、もうワクワクをぜひとも、皆様にお裾分けして、当日までの間に、あ、どのパネル見よっかなって、今のうちから、ね、予定立てて、いただければなと思いますので。はい。はい。なのでね、今日は、今回はですね、1日目と2日目、はい、2回、ラジオを分けてですね、ちょっとたっぷりとね、お届けしたいと思ってますので、はい。ちょっと長くなるかもしれませんが、はい、日にち分けてね、今回はたっぷりと、説明しますので。今回もたくさんの企画ご用意させていただきましたからね。はい、だからこそ語りたいことがいっぱいあるのでね、今回ね。はい。ということで、今日はそういうわけで、1日目を、はい。ね、紹介したいと思いますので、ぜひ最後までお聞きください。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ということで、早速ですが、タイムテーブルドン。はい。はい。ということで、今、出ました。これがですね、今年ポニコンの、タイムテーブルデイ1でございますが、はい。はい。ね、今回名所会館、初めて、全フロアを借りるという。はい。名所会館、一つのビル貸し切りですからね、今回。そうなんですよ。よくやったなって、今更それ言うか、よくやりましたね、スタッフって感じですけど、いや、本当に、ね、前回のホテルでさえもね、そんな、一フロアでしたけど、今回回またいでますから。そうですね。うん。もう、できるんだなってちょっと思いますよね。あ、一館借りるのできるんだ、みたいな。ね。ちょっとね、ある意味、今回冒険でもあるんですけどもね、そんな、今回、3、4、5、6の4つのフロアの、タイムテーブル、今、はい、お出ししてます。ちょっとだけ補足すると、1階は受付とかね、また後ほど言うかもしれませんが、展示とかの、ブースとかの階になってますし、2階は、名所会館の事務所なので、ここは入れませんので、今回その3、4、5、6を、タイムテーブルで、今、掲示しているっていう状況になってます。はい。はい。というわけでね、白木さん、早速ちょっともうね、たくさんありますから、ちょっとね、どんどん行きましょうっていう感じなんですけど、はい。まず、一発目の企画なんですが、はい、こちらですね。一発目。はい。はい。
6階メインホールで行われる9時30分からトーク&スナックという企画ですね。はい。はい、こちら、ホームページの方にも、紹介文、載せさせていただいてるんですけれども、はい、初めて会う人も久しぶりに会う人も、まずはお菓子をつまみながらおしゃべりしませんか？トーク&スナックでは参加者同士でお菓子を持ち寄りおしゃべりをする企画ですということで、はい、トーク&スナックでは、皆様、参加者様から、お菓子をこうみんなで持ち寄って、で、9時30分からの受付を済ませた、参加者たちが、うん、オープニングセレモニーまでの間、お菓子をつまみながら、談笑をするという企画なんですね。うんうんうん、はい。で、やっぱり、初めて会う人とかって、なかなか、会話とかって、ね、こう、ちょっと恥ずかしかったりとかして難しいじゃないですか。そうですね。そこで、こう、お菓子をつまみながら話せば、自然と、トークも弾むだろうということで、考えさせていただきました。うん、こちらはおすすめとしてですね、うん、ぜひ、持ってきていただきたいんですけれども、おすすめは、あなたの地元のご当地のお菓子です。ということで。これね。はい。ぜひとも、皆様の、地元のお菓子を持ってきていただければ、もう絶対話は弾むんですよ、これ。そうですね、確かに。これ本当にもう、ご当地のお菓子って、それだけで話が弾むんですよね。うんうんうん、これ、どこどこのお菓子だとか、あ、知ってるだ、知らないだとか、うん、あともう、やれ、美味しいだとか、なんかちょっと変わったやつとか、それから、ジャパンボニーコンでは本当にありがたいことなんですけど、海外からの参加者とかもいらっしゃいますので、うんうん、中には、台湾だったりとか、海外から、ご当地のお菓子を持ってこられる参加者とかもね、うん、昨年のトーク&スナックではいらっしゃいましたし、うんうん、そういったお菓子をつまみながらであれば、きっと、初めての参加者同士でも、トークが弾むんではないだろうかということで、うん、ぜひともこのトーク&スナックをお楽しみいただければなと思います。はい。そしてですね、9時30分から10時30分までをこのトーク&スナックといたしまして、10時30分になりましたらば、同じくこの6階ホールで、オープニングセレモニーへと、続きます。はい。はい。まあ、オープニングセレモニーはね、まあ、簡単な注意事項とかですかね、そのあたりをお話したりとかしますので、ね、はい、ぜひお菓子食べながら、まあ、お菓子どうなるかちょっとね、その時になるかもしれませんけど、ね、そういうリラックスした状態でぜひその注意事項とかをね、聞いた上で、そうですね、これからのポニコンを楽しんでもらうためにちょっとね、聞いてほしいような内容が、今回そのセレモニーでありますからね、はい、ぜひ聞いてほしいなって感じなのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、というわけで、朝来たらまずみんな東海のスナックで、東海のスナックで、行きましょうということで。ぜひ、みんな、ご当地のお菓子持ってきてください。ね、私は多分、10万石まんじゅう持ってきます。そうなんだ。はい。ね、楽しみなんで、ぜひ皆さん、持ち寄って、ぜひぜひですね、ね、朝早いですけども、来てください。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。はい。そして、オープニングセレモニーが終わった後の企画が、次5回になるんですかね。はい。この日、事実上一発目のパネルが5回11時からですね、はい、MLP エピ語り合い大会ということで、うん、パネラーとして佐生白神さんを、お招きしたこちら公募パネル、はい、ということになっております。なるほど、なるほど、はい、はい、前回から始めた試みではあるんですけど、本当に自分たちもパネルをやりたいっていう声が非常に多くてですね、うん、今回も公募パネル実施させていただいたんですけれども、まず一発目、佐生白神さんの、MLP エピ語り合い大会ということで、あなたの推したい MLP エピソード、推しエピを時間内に自由にプレゼンし、そのエピソードを見たいと思わせた人に、聴衆が票を投じるゲームですということですね。うん、なるほど。マイトルポニーのアニメの本編ですね。うん、こちらを、もうやっぱり自分のお気に入りのエピソードとかってやっぱりあるじゃないですか。ありますね。こうなんかね、チッキーさんもやってらっしゃる、イントゥーザスポットライトとかでも、うん、こう自分をエピソードに例えるならとかありますね、あります。毎回やってるじゃないですか。はいはい。やっぱりこう、皆さんそれぞれに、こう、自分の大切なエピソードってあると思うんですよね。うんうんうん、なので、この自分が推したいエピソード、推しエピを、時間内に自由にプレゼンして、で、こう、そのプレゼン気に入ったっていう感じでみんなでこう票を投じるっていう、まあゲームというふうには、書いてあるんですけど、どちらかというと本当にレクリエーションっていう感じで、うん、みんなでこのエピソードを自由にプレゼンして、いやーこれ実にもう共感できる、本当にこのエピソード好きなんだっていうことで、みんながこう、どんどん票を投じて、で、誰の、まあ本当に競うものではないんですけれども、うん、こう、この人の
愛が素晴らしいという感じで、ゲームをしていくっていう企画になります。はい。はい。これね、かなりその、やっぱ、マイルドポニーのアニメを見ている人だからこそ、やっぱり語り合えることがたくさんあるかと思うので。そうですね。やっぱり、学んだこと、ね、学んだことといっては大げさかもしれないですけど、全然大げさじゃないと思うんですよね。うん、こう本当になんか大切な教訓であったりとか、うん、共感であったりとかね、こう、ラリティの境遇にすごい、なんか心を打たれたりとか、うん、こう、トワイライトが学んだことにすごくこう、共感を感じたりとかっていうことがこうみんなにあると思うんで、なんでそういったエピソードを押すっていう、本当にこのもうポニコンにふさわしいパネルの一つだと思うんですよね。はい。なんで、はい。ぜひ、佐生白神さんの、公募パネル、MLP エピ語り合い大会、こちら一発目の11時から12時までの間、5階ホールで、行われますので、ぜひよろしくお願いします。はい。ぜひよろしくお願いします。はい。はい。そして次が、6階にまた移りますかね。はい。はい。11時30分から、ポニーニュース2017年ポニーまとめ。ということで、はい、なんのこっちゃっていう感じのタイトルではあるんですけれども、はい、はい。はい。今年1年もね、なんだかんだポニコンが11月に、実施されるので、はい、もうポニコンが過ぎれば本当に1年あとわずかっていうところなので、はいはい、ですよね、うん、ここでちょっと、我々ポニーと共に歩んだ2017年をね、うん、一度振り返ってみんなで振り返ってみませんかという企画で、はい、具体的にどんな感じかって言いますと、うん、この2017年1月から、うん、11月までに起きた様々な出来事っていうのをちょっと表にしてまとめましたので、うん、なるほど、こちらをちょっとみんなで追っかけながら、ああ1月はこんなことがあったんだ、2月はこんなことがあったんだっていうのを、みんなでちょっと振り返って、ね、面白おかしく紹介していきたいなっていうパネルになってます。うんうんうん、まあ、ちなみに、はい、一つ二つちょっとピックアップさせてもらえれば、はい、例えば、まあ、アメリカの話にはなってしまうんですけれども、はいはい、マイリトルポニーの、アニメ本編ですね、はい、シーズン7なんですけれども、うんうんうん、このシーズン7が、2017年の4月に、うん、開始されたんですね。はい。はい。で、4月に、マイリトルポニーの本編シーズン7が、開始されて、そして、まあ、つい最近の話ではありますけれども、例えば、アメリカの話だけではなくて、例えば日本でも、うん、本当につい最近ですけれども、10月に、マイリトルポニー原宿で、はいはい、スイパラとコラボした、ピンキッシュカフェっていうのを、はいはい、やっていましたよね。これ本当、記憶に新しいし、私も、行ってきたばっかりではあるんですけれども、こういった感じで、1年を、マイリトルポニーに関する1年を、みんなで振り返って、いろんなことが起きたねっていうことを面白おかしく、紹介していくパネルになっております。なるほど。はい。結構振り返りは ね、楽しいですよね。そうですね、うん。なんだかんだ、ほら結構、もうずっと前のことかと思ってたら、あ、これって2017年の話だったっけみたいな感じで、なかなか1年が過ぎるのは早いと言いつつ、うん、言いつつも、あ、これって2017年だったっけとかってあるじゃないですか。ありますね、確かに。ね、こういうのをちょっと、みんなで面白おかしく、ああ、あった、あった、みたいな感じで振り返るのも楽しいんじゃないかなっていう企画です。はい。というわけでね、もうポニーを好きな人だからこそ、こう、振り返りをね、共感できるようなニュースが多いかもしれませんので、はい。ね、ぜひぜひ気になる方は、このね、ポニーニュース、ポニーまとめにぜひ、ご参加いただければと思いますので、ぜひみんなで、2017年、面白おかしく振り返りましょう。はい。というわけで、11時半から、12時半までやってますので、こちらもぜひチェックしてみてください。はい。はい、よろしくお願いします。はい。そしてですね、次、また5階の方で、ね、はい、12時から、ありますが、はい、12時から開始されるのが、うん、この、Can You Create My OC ということで、うん、なんかちょっと不穏な、うん、不穏なタイトルで。なんか、そう、なんか、聞き覚えのあるフレーズかなって、ちょっと。そうですね、定期的に聞くようなフレーズ、まあ、ちょっと微妙に違いますけど、ね、ちょっと、なんか、どっかで聞いたことある不穏なフレーズではあるんですけど、はい、まあ、ご安心ください。こちらの Can You Create My OC は、レクリエーションパネルということで、みんなでちょっとした、ポニークリエイトゲームをやってみようという企画でございます。はい。
やっぱりなんだかんだ、まあ、先ほど紹介させていただいた、ニュースであったりとかっていう、まあ、本当にいわゆる視聴型とでも言いましょうかね、うん、パネラーの方の話をこう座って聞くっていうタイプのパネルも、非常に人気ではあるんですけれども、うんうん、やっぱりみんなでゲームをして遊びたいよねっていうお声もやっぱり、多いんですよね。うんうん、なので、こちらは、みんなで楽しめる、きっと楽しめる、面白いゲームになっているんですけれども、はい、まず、まあ、簡単にルールを紹介させていただきますと、まず、この日のために、オリジナルで作った、ポニーのキャラクターを、こちらでお題として用意します。うん、これをヒントをもとに、それぞれに設置された、パソコンを使って、ポニークリエイターというツールを使ってですね、ヒントをもとに、お題となったポニーを想像しながら、はい、作っていくという、言葉で説明してもなかなか想像しづらいですね、これ。確かにね。はい。うん、有志が作ったポニークリエイターっていうフラッシュのツールがあって、はいはい、これ触ったことがある人は多分パッと想像つくかなと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、ちょっと触ったことがない人でも楽しめるようには、作っていますので、ぜひ、気になるっていう方は、いらっしゃっていただければと思います。なるほど。まあ、例えばね、こう、まあ、黒塗りのポニーがこうバーンって出たとして、はいはい、で、じゃあヒント1、この、縦紙の色はピンクですとか、うん、まあ、黒塗りじゃなくてもいいんですよね。もう最初はもう何にも画面とかなしで、うんうん、縦紙はピンクで、ロングヘアで、ペガサスですとか言って、うんうん、こうみんながこう、じゃあ、なんだろう、縦紙、ヘアスタイルは言われてないけど、じゃあロングヘアだからこういう感じかなとか、縦紙ピンクって言ってもこう、ね、どぎつい、サーモンピンクなのか、それともこう、パステルのフラッターシャーみたいな、パステルなピンクなのかとかっていうのを総合しながら、ポニークリエイターっていうツールを使って、そのお題を当てるゲームなんですね。なるほど。で、最もお題に近かったチームが優勝というか、まあ、勝利っていう感じで、お題をいくつかみんなでこなしていって、で、どのチームが最もポイントが高かったかっていうものを競うゲームです。なるほど。じゃあ、ある意味、なんでしょうね。デスチャーゲームじゃないけど、なんか連想ゲームっていうか。そうですね。ある意味連想ゲームみたいな感じで。うん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 、で、これのいいところは、パソコンを使ってポニークリエイターというツールを使うので、うん、イラストが、あまり得意ではない方でも参加できるんですよ。うんうん、なので、本当にこちら、ポニーが好きならば、誰でも参加できる企画になってますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい。これは本当誰でもね、すごい楽しめるような企画だと思いますから、そうです ね。でね、もしかしたらこの機会にできた、ね、突拍子もない OC があなたの OC になるかもしれないみたいな。なるほど。やっぱりあるかな、あればいいな。なんかね、次の、翌日ぐらいに Twitter とかでも、ね、私これなりましたとかってやってもらったら面白いかもしれないですね。ね、面白いかもしれないですね。はい。ということで、本当に、みんなで楽しめるレクリエーション企画になっておりますので、うん、ぜひこちらも、チェックしていただければと思います。はい。というわけで、この Can You Create My OC 12時からね、1時間やります。はい、ぜひ、これを記念にね、OC 作りたいという方はぜひ、ね、はい、ご参加いただければと。ツールに、ポニークリエイターを触ったことがない人なんか、割とチャンスかもしれないですね。うんうんうん、これ見て、こういう風にキャラ作るんだ、ちょっと自分でもやってみようかなって、ポニコンが終わった後とか、ね、うんうんうん、ね、いいかもしれないですよね。それは確かにそうだね。うんうん、はい。ある意味、いいきっかけになるかもしれないので。はい。はい。ぜひこちらのね、企画5回でやりますので。はい。ぜひお集まりください。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。続き、ますけども、3回ですね、今度は。はい。3回の、12時半から。面白い企画が。12時半からですね。ですね。はい。はい、こんな面白い名前が出てますけど。はい。マイリトル商店という、なんかもうそのまんまな、ええ、まあ、もうどっかで聞いたことあるレベルじゃない。いや、もうまんまのタイプもうまんまだっていう。はい。ちなみに、はい。一つ情報を出しますと、ええ、この、3階は休憩フロアっていう風にしてるんですけど、うん、はいはいはい。なんと、畳部屋なんですよね。そうなんですよ、皆さん。土足はダメなんですよ、はい、皆さん。土足ダメなんで、ほんとゆったりとね、くつろげる場所なんですよね。はい、うん。この休憩室を、ちょっと1時間だけ、スペースをお借りして実施するのがこちら、うん、マイリトル商店。ということで、
はい。もうなんか名前の通りなので、ほぼ説明は必要ないかなっていう感じなんですけれども、もしかしたら焦点知らないという人もいらっしゃるかもしれないので、一応ね、軽くご説明しますと、はい、まあ、マイリトルポニーに関する大喜利大会です。うん、なので、お題を出題しまして、例えばセリフであったりとか、まあ、会話であったりとか、そういった、要素をですね、みんなで面白おかしくもじったりとか、うん、改変したりとか、うんうん、そんな感じでダジャレとかを織り交ぜながら、みんなで笑いを取っていくという、大喜利でございます。うん、先日、山田くんとの、連絡も取れましたので、山田くんも駆けつけてくれるらしいです。そうなんですか。はい。山田くん。ですのでね、はい、山田くんが、しっかりと彼も腕の立つ男なので、しっかりと、その自慢のヘアを揺らしながら協力してくれるんじゃないかなと思っておりますんで。へぇ、はい、気になりますね、すごい。はい。今回本当に弁の立つ腕利きの、大喜利ストを、大喜利ストって言うのかな、これ。はい。弁の立つ、腕利きの大喜利ストをちょっとお招きしましたので、はい、もうそのウィットに富んだ語彙力を解くとご賞味あれということでね、ぜひ楽しみにしてください。はい。これぜひ僕も見たいなと思ってるんで、時間があったらぜひちょっと覗きたいなと思ってるんで。もうタイトルのインパクトはもうバッチリだと思ってるので。うん、バッチリですね。うん。ね、だからそれしかも畳なんで、本当にリラックスした状態で、このまま休憩してる人がね、はい、そのままスッて行ってもいいぐらいだから、うん、ね、ぜひこのマイデル商店、多分面白いと思います。はい。多分面白いと思います。面白いと思うので、ぜひ皆さん、ね、このマイリト商店、ぜひ聞いてたくさん笑ってもらえたらと思いますので。はい、皆様に笑顔をお届けします。はい、ということで、12時半から1時間ほど、3回で、ね、実施しますんで、ぜひこちらも要チェックでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。はい、そしてですね、次また6回に移動しますが、13時から、これね、ついに、はい。この時間にありますが、これからの、MLB コミック展開。はい。楽しみですね、こちら本当に。ね、前回、前回のラジオでも、ステケンさんがゲストで来た時に、うん、ね、こういうパネルがあるんですって、時間がね、予約決まりまして、はい、13時から14時の間、6階でやりますけども。6階ホールで。はい。ね、でもね、なんかもう、うん、正直、未だに、ま、実感が湧かないって言ったら変ですけど、うん、なんか、ここまで来たなっていう感じが、ようやく、うん、これ、ツイッターで見かけた、意見だったんですけど、はいはい、やっぱり、ようやく日本のファンと、このマイリトルポニー、うん、まあ、公式っていう言い方はちょっと違うかもしれないですけれども、うん、まあ、マイリトルポニーのファンのコミュニティと、あと、このコミックであったりとかっていうところの、こう、ようやくつながりができたというか、うん、本当にこれ、すごく大切な出来事だと思うんですよね。そうですね。もう、ポニコンもね、だって4年ぐらいやってて、そうですね。ねえ、なんかもう、ね、どうなることやらとかって思ってましたけど、まさかこんなね。ええ、こんな機会をいただけるなんて。うん、もちろんね、ポニコンとしてはあくまで、日本のポニーファンたちと一緒に、コミュニティを、盛り上げて楽しくやっていこうっていうのがあくまでメインではあったんですけども、うん、やっぱりこうやってなんだか、ね、まあ、今回とりあえず公式っていう言葉を使っちゃいますけれども、うん、まあ、この MLP の公式に関する、ね、団体さんとかとこういうコネクションができるというのは本当にありがたいことで、そうですね。そう、先日も、MLP のコラボカフェに行った時に、うん、まあ、原宿だったんですけれども、うんうん、翻訳コミック、うん、置いてありましたよ。ですね。日本でマイリトルポニーのコミックが読めるっていうのも本当に嬉しい話ですよね。実は去年にも、うん、マイリトルポニーテイルズっていう形で、うんうんうん、別のエピソードの翻訳コミックも出たんですけども、はいはい、なので今回は一応事実上第2弾っていう形にはなるんですけど、うん、なんでも本の帯には2018年の展開もちょっとなんか本の帯に書いてあったっていうね、お声もあるぐらいですし、ちょっとね、このパネルで今後の展開について、質問タイムとかもなんか設けてくださるということですので、はいはい、ね、もしかしたら面白い話が聞けるんではないでしょうかね、本当に。そうですね。なんかちょっと情報によるとですね、はい、フェイズ6のね、方が来られるって話はしてますけど、うんうんうん、ね、
担当者さんだけじゃないっていう情報が来まして。そうなんですね。かなり、本当に、フェーズ6さんもかなりこのパネルに、すごくね、力を入れていらっしゃるというのは、聞いてますので、はい、進行はステケンさんなんですけど、はい。はい。なんでね、ぜひこのコミック展開のパネルはもう、ね、ある意味本当、ね、なんだろう、記念すべきというか。本当にこっちも、ちょっと、うん、嬉しさとドキドキで、うん、なかなか言葉がまとまらない感じではありますけど、うん、本当にこれ、すごく良い出会いかなって思ってるので、うんうん、ね、応援していきたいところではありますね。うん、で、それになんか、フェーズ6さんの方も、やっぱり、うん、現地でそのファンたちの生の声を聞いて、うん、今後の活動にちょっと反映させていきたい、参考にさせてもらいたいっていうお言葉もいただいているそうなので、うん、本当になんか、ぜひ、この場だからこそ聞けることとか、うん、ずっと聞きたかったことっていうのをどんどん質問して、ね、思いもよらぬお話が聞けるかもしれないので、うんうん、もう気になる方はもうぜひ、この1時から6回ホール、これは要チェックですよ、うん、本当に。そうですね。まあ、あと質問コーナーもね、お受けするって話もらってるんですけど、あんまりこうね、うん、あまり変化球投げちゃうと、そうですね。困っちゃいますからね。そこら辺はぜひ、わきまえてちょっと、ね、まあ、いろんな気持ち、すごい、熱い思い皆さんお持ちで多分ね、来ると思うんですけど、うん、ね、やっぱり、翻訳出版の以上担当の方々なので、そうですね。うん、まあ、こういう感じは、これどうなってますかっていう軽い気持ちでね、フランクに、うん、受けていただけたらば、というふうに、ね、双方のね、関係というか、思ってますので、本当、ね、ザックバランにそういったね、質問コーナーができるのは本当に、ね、フェイス6さんのご好意だと思ってますので、ね、この機会はぜひ逃さないでほしいなと思いますね。はい。うん。というわけで、この13時から14時、ね、ぜひ皆さん、6階に集合ということで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、続きましてですね、5階で、13時半から、予定されています。ラリティーズコレクション。はい。ラリティーコレクション。また、今回もやります。ねえ、これもう前回大好評でしたね。大好評でしたね。本当に。もう、こんなにクオリティの高いコスプレの方々が集まってくれるなんてっていう感じなんですけれども。はい。初めての方にも、わかるように、改めてご説明させていただきますと、こちらは、マイリトルポニーをテーマとしたコスプレのファッションショーをちょっと模したイベント、パネルとなっております。はい。はい。なので、こう、マイリトルポニーの、イメージした、コスプレであれば何でも歓迎ということで、うん、例えば、キャラクターそのものをイメージしたコスプレであったりとか、あとは、日本でもネットフリックスなんかで視聴できるんですけれども、うんうんうん、エクエストリアガールズとかですね、うん、あれ、ね、ポニーのキャラクターが人間のような形になって、うん、ね、スクールライフを楽しんでる、アニメーションの、一つではあるんですけど、はい、まあ、エクエストリアガールズのコスプレなんていうのも、かなり人気があって、うん、ね、前回も、ね、ダズリング三人衆が揃ったりとか、すごかったね、あれね、あれちょっと感動的でしたね。感動した。はい。まあ、他にもキャラクターをイメージした衣装であったりとか、うん、それどころか、ワンポイントだったりとか、うん、例えばちょっとウィッグをかぶって、まあ、角と耳と尻尾をつけてとかっていうのも、もちろん全然 OK です。うん、もう、自分がこれがコスプレだって思うものであれば、もう何でも OK ですので、うん、なので、本当にぜひ皆さん軽い気持ちでね、華やかな衣装に身を包みながら、こう、ステージに立って、こうカメラをね、こう向けられて、こう花道を歩くっていう、この、ファッションショーをですね、体感していただければなと思っております。はい。これはあれですかね、参加したい方はどうすればいいんでしたっけ？そうですね。はい。当日、こちらから、参加用の、その、ネームカードのようなものを、うん、お配りしますので、うんうんうん、こちらに、名前を記入して、名前と、あとキャラクターですね。でそれからちょっとしたコメントなんかっていうのもいただければなと思うんですけれども、うんうんうん、そちらをもとに、ファッションショーのような感じで、順々に紹介してステージを歩いていただくっていう感じの、企画になっております。なるほど。じゃあ、はい。ね、参加したい人は、じゃあその、受付とかでもらえばいいんですかね。そうですね。はい。時間までに、うん、受付とかで、参加カードを
に、必要情報を記入の上、うん、提出していただければ、参加完了となりますので、うん、はい、ぜひ誰でもお気軽に参加していただければなと思います。はい、これね、前回私MC で出させてもらったんですけど、はい、語彙力失うぐらいのクオリティなんで、すごかったですよね。すごいすごいしか言えなかった気がするんで僕ね。ね、うん、メイン6はもちろん先ほど言ったダズリングだったりとか、うん、それから私やっぱり好きだったのが、うん、ディスコードとロードスムース。はいはいはい、すごかったですね、あれも。あれもすごい良かったですね。うん、本当に、やっぱりどうしてもコスプレっていうと、どうしても女性の方が結構割合としては多いんですけど、うん、最近やっぱり徐々に男性のコスプレももうガンガン増えてきてるので、うん、もう本当になんか自分男だからとかっていうの全然関係ないんで、もう私むしろね、男性がやるメイン6とかちょっと見てみたいぐらいなんで。ああ、なるほどね。はい。これ別にネタ的なものではなくて、まあネタ的なものも私好きなんですけど、うんうん、全然その性別とか本当に関係ない場ですので、うん、なんで、どんなコスプレでも大歓迎ですので、ぜひともお気軽に参加していただければなと思っております。はい。ね、本当に本当毎年、まあ前回も本当好評だったんで、今回もね、すごく、力作というか本当素晴らしいコスプレイヤーさんと出会えるの楽しみにしてますので、はい、ね、ぜひラリコレ13時半から、5回ですので皆さん、ね、こちらの方要チェックでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、続きましてですね、こちらは6階ですね、6階の14時から、はい、入ってます。これカウントダウン TV じゃないんですか。はい、カウントダウン T、カウントダウンポニー TV。 はい、カウントダウン、もちろんこれはジャパンポニーコンですからね。あ、そうですね。カウントダウン TV、 カウントダウンポニー TV。 ね、まあ、どこかで聞いたことあるような、まあ、うん、焦点に続きですけどね、ちょっとね、うん、はい、はい、こちら、気になるポニーミュージック情報ランキング形式でお届けするという、はい、カウントダウンポニー TV でございます。はい、はい、これね、ね、カウントダウン TV といえば、もう、知ってる方はピンとくるであろう、うん、ポニーミュージックをですね、うん、皆さんで、ね、投票、事前にアンケートを取っております。うん、で、このアンケート結果をもとに、ランキングで、発表していきたいと思っております。そしてですね、今回は、第1回の癖して、秋の拡大スペシャルとか、うん、銘打ってですね、今回はポニー動画ランキングをちょっと同時に、はい、発表させていただきたいと思いますので、ね、ね、毎回 DJ とか、すごく人気じゃないですか、うん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 。みんなそれぞれお気に入りのリミックス曲っていうのがあるんですよね。ですね、確かにあると思いますよ。あるんですよね。うん、こう、移動中だったりとか、うん、まあ人によっては仕事中だったりとかに、こう、まあ作業用だったりなんかで聴いてるような、いつものポニーミュージック、リミックス曲とかってあるじゃないですか。ありますね。こう、なかなか人に教えたくても、結構こう、もう数が膨大な量あるので、うん、なかなかこう、これがいいとか、どれがいいだろうとかって選びきれないところってあるじゃないですか。うんうんうん、なので、これからポニーミュージックとか、リミックス曲を聴き始める人にもぜひともお勧めしたくてですね、うん、何せ、みんなが選んだこのランキングですので、ランキングですので、なので、これを聴けば、もう間違いないというか、もう主力の作品たちが揃ったランキングになっておりますので、うんうん、このランキングを見て、あ、この人のリミックスすごく好きだなとか、うん、あ、この曲もともと原曲の方がこう思い入れがあったけど、あ、こういうリミックスあるんだったらちょっと他にもいろいろ探してみたいなっていうきっかけになればいいなっていうふうにも思ってますので、うん、ぜひともね、こちらも面白おかしくちょっと解説とかも皆様のコメントとかもね、紹介しつつ、ランキング形式でお届けしたいなと思っておりますので、ぜひ、見に来ていただければと思います。はい。もう僕もね、すごく気になるランキングなので、見に行きたいなって思ってますのでね。はい、はい、まあ。もしかしたらね、ちっきりさんのリミックス曲とかもしかしたら選曲されるなんていうことは。ない。ない。それはもう僕が入った時点で多分いろいろ裏があって言われちゃうからやめましょう。あ、なるほど。うん、あんま良くない。
大丈夫ですよ。少数操作なんてありませんからね。まあ、ともあれね、うん、日本でも、ポニーのリミックス曲を出したりとか、作品を発表したりとかっていう方もね、たくさんいらっしゃいますし、うん、この音楽も作品の一つだっていうのをやっぱり実感できるパネルだと思うので、うん、そうですね。なので、ぜひともね、それから加えて、今もまだ、本当に直前までアンケートは、そうですよ。はい。うん、直前までアンケート大募集していますので、うん、ぜひ、ご回答いただければなと思います。うん、もう、すべて埋める必要はありませんので、うん、本当に自分がこれだって思うやつだけでも、回答できますので、うん、なので、一つだけでもいいので、ぜひ、アンケート、ご回答いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。うん、本当に気軽にね、皆さん、もう、アンケート回答するだけでも、ランキングも変わるかもしれませんし、はい、それでね、うまく出会いもあるかもしれませんからね。ね。うん。あなたの推し曲をランキングに入れるのはあなただっていう感じで。うん。だね。はい。なんで、ぜひこのね、愛をアピールしちゃってください。というわけで、はい、カウンタン TV、カウンタンポニー TV、14時から15時まで、6回でやりますね。ぜひこちらも、遊びに来てください。よろしくお願いします。はい。レッツカウントダウン。はい。続きまして、こちら5回で、14時半から、予定されてます。これも公募パネルですね。はい。公募パネルといたしまして、タイトルをタスクフォースハーモニー。そしてパネラーは、前回も公募パネルで参加していただきました、うん、サンチェーサーさんがお送りするパネルとなっております。はい。はい。でこちらは、MLP ファンが結集したサバイバルゲームのチームというものがありまして、うんうんうん、こちらタスクフォースハーモニー、まあ、タイトルそのままなんですけれども、うん、サバゲーチームタスクフォースハーモニーの活動を紹介する、まあ、トークショーのようなパネルなんですね。はい。はい。で、このサバゲーのチームなんですけども、まあ、サバイバルゲーム、まあ、ほとんど説明は必要ないかなと思いますけれども、うん、エアガンとか、まあ、モデルガンとかっていうのを使って、BB 弾を打ち出して、ちょっと戦う、バトルする、うんうんうんっていうサバイバルゲームですね。はい。こちらの活動を主にメインとした、サバゲーチームなんですけれども、うん、サバイバルゲームの他にも、まあ、ナーフっていうおもちゃのを使った射的であったりとか、うんうん、他にも、やっぱりマイリトルポニーのファンなので、例えば、ね、この間は MLP カフェに、コラボカフェにこのメンバーで行ったりとか、うん、あとは他にも、いろんなイベントであったりとか、催し物っていうものも企画しているそうなので、そういった、タスクフォースハーモニーというサバゲーチームの活動を、まあ面白おかしく、4人ほど、メンバーを招いて、トークショーをしていくという形になっているそうです。おー、いいですね。まあですのでね、サバゲーに興味ある方、最近本当に増えてるそうなんですよね。うんうん、女性の所属しているっていう話をお伺いしてですね。はい。ね、最近テレビなんかでも、女性のサバゲー女子が、どうのなんて取り上げられてるぐらいなんですけども、実際やっぱりタスクフォースハーモニーの中にも、うん、本当に見た目とかじゃなくて、もう純粋にこういったゲームが好きで、うん、サバゲーチームに所属してる女性の方とかもいらっしゃるっていう話を聞いていますので、なんで本当に男の子だけの遊びではないっていうことなんで、うん、なんで本当にどなたでもお気軽にね、こちらのパネルぜひ見に来ていただければなと思います。でもしかしたら、そのままチームに入って、もう次の週末からサバゲーの戦場を走り回ってるかもしれませんからね。なるほど、なるほど。本当にサンチェーサーさん、前回もパネルをやってくださったんですけども、うんうん、なかなか本当に活動の紹介とか、楽しそうな感じで、ね、簡単な、今回も簡単なパワーポイントで、写真とかのスライドを用意していただけるということですので、うんうんまあ、実際、活動はどんな感じなのかっていうのをね、写真とか見ながら、紹介していただけるということなので、本当にサバイバルゲーム、まあ、そもそもマイリトルポニーが好きだったらもう本当に必見のファン活動、うん、貴重なファン活動のパネルとなっておりますので、うんうんうんはい、こちらぜひ、はい、見に来ていただけたらと思います。うん。なんか、あれですよね、本当にこういう活動してるね、ブロにいるんだとかってすごく、ね、興味深いと思いますんでね。はい。うん、ぜひぜひで、何でも、はい、お話によれば、うん、質問タイムなんかっていうのも設けるそうですので、なんか、はい、例えばね、装備品何買ったらいいのとかっていう、
本当にこれからサバゲーを始めたい人とかっていうのも、いいアドバイスがもらえる機会なんじゃないかなって思っておりますので、いいですね、私もね、ちょっと気になるぐらいなんですよね。興味ないわけではないので。うんうんうん。なるほど。じゃあこちらもね、ぜひもしね、リスナーさんでサバゲーを始めたいなとか、やってるんだとかっていう人いたら、ぜひこのね、パネルの方で仲間をぜひ、増やしていただくっていうのはありだと思うんで。はい。ね、ぜひぜひこちらもチェックしてみてください。ぜひよろしくお願いします。はい。タスクフォースハーモニーは14時半から、15時半まで、5回で、開催しますので、よろしくお願いいたします。はい。はい。そして、一応この1日目の、最後となるというか、ね、締めくくりになるであろうプログラムが、ね、15時から6回で。はい。はい。チャリティーオークションでございます。はい。待望の。チャリティーオークションで。ございます。ね、これ先日、ポニコ、ツイッターの方で、ね、ページ公開しましたとかって、ね、はい、情報解禁しましたけども。今回ね、今回もまた、数々の本当にレアアイテムが。もうびっくりしましたよ、僕。担当のスタッフからも聞きましたけど、このラインナップを。もう相変わらずこの、どこで手に入れてきたんだっていう感じの。本当ですよね。もう限定ものだらけっていう感じで、うん、素晴らしいラインナップとなっております。はい。はい。で、こちら、チャリティーオークションっていう形になりますので、お金のやり取りが、発生しますので、うん、なので、まあ、参加者の方は、ルールに従ってオークションに参加していただいて、で、まあ、落札をされたら、スタッフの指示に従っていただいて、で、景品をゲットという形になっております。うんうんうん、でね、前回までも、チャリティーオークション非常に、大盛況で、かなり、ね、みんな集まった、ちょっとした一大メインイベントみたいな感じで、やってはいたんですけれども、やっぱり実際に日本でオークションってなかなか見る機会ってあまり多くはないんですよね。うんうんうん、なので、このチャリティーオークション、もちろんレアアイテムをゲットするっていうのも、一つの意義あることなんですけれども、うん、このオークションっていうのがどういうものなのかって、まだ見たことがない人とかにとっては、非常に、興味深いショーになると思うんですよね。うんうん、なので、ぜひ、オークションに興味があるとか、なんか、話には聞いたことあるけど、ね、一度も見たことがないっていう人は、このチャリティーオークション、入札しなくても、本当に、このショーとして楽しむっていうのも全然大歓迎ですので、うん、なので、このチャリティーオークション、3時から6階スタースワールホールにて、うん、開催しますので、ぜひ、参加してみていただけたらと思っております。はい。ね、去年を振り返るともう、すごいドラマが、すごいドラマもありましたね、本当に。まあ、今回もね、ちょっといろんな、また、なんかその、ね、いろんな人間ドラマじゃないですけど、すごく感動する、瞬間がもしかしたらまたね、起こるかもしれません。その ね、現場をね、目の当たりするっていうのもすごく、ポニコン来てよかったっていうか、ドラマチックな、うん、ポニコン、僕らはポニコンやってよかったなって、去年本当に、すごく噛み締めたっていうか、嬉しかったので、ね、はい、ぜひこのチャリティーオークション、本当、ね、実際の、まあ、チャリティーではありますし、オークションするしない関係なくね、一つの、ね、うん、企画として、ぜひ見ていただくのも全然楽しめると思いますからね。はい、そうですね。はい。ぜひこちらの方もね、1日目の最後を締めくくるというか、ね、目玉になってますんで。そうですね。ね、みんなぜひ集合してほしいなと思います。はい。ご参加いただければと思います。はい。はい、チャリティーオークション15時から。はい、1時間半の予定で、開催予定でございますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それで、その後に、はい、まあ、6、ね、今16時半って言いましたけど、チャリティーオークションが終わり次第ですよね。簡単に。はい、チャリティーオークションが終わり次第、うん、1日目のプレクロージングということで、うん、1日目のポニーコンを、簡単にちょっと、締めくくらせていただくような感じで、プレクロージング。を、させていただきますので、チャリティーオークションに参加されている人はもちろん、そのまま、6階にいていただいて、で他の、パネルとか、休憩スペースとかご利用になられてた方も、ぜひ、6階のホールにお集まりいただければ、うん、プレクロージングということで、やっぱりちょっと、
ポニコは2日目も土曜日も、はい、盛り上げてやっていきたいとは思うところではあるんですけれども、はい、一旦は1日目の締めくくりということで、うん、チャリティーオークションの後に、終わり次第プレクロージングとして、6階ホールでさせていただきますので、こちらも、お集まりいただければと思います。はい、ね、1日目の締めくくりで、まあ、これで一応また明日もねっていう方もいれば、まあちょっとね、そうですね、ちょっとその残念ながらその日しかっていう人もいるかもしれませんけどもね、まあそういった意味でも、うん、ありがとうっていう気持ちを込めてね、最後締めたいなと僕は思ってますんで、ね、はい、この最後までぜひお付き合いいただければと思っています。そしてですね、この今ご紹介の中で入ってなかったんですけども、4階のサブホールソムナンビュラで、はい、そうですね、12時から、17時まで、一応これがちょっと長いんですけども、アーティストアレイが、はい、はい、開催予定でございます。こちらね、総勢23サークルのさ、方々が出展されるね、すごく見るのも楽しい、買うのも楽しいというか、素晴らしい、ね、アーティストアレイ、ぜひこちらもチェックしてほしいなと。すごいですからね、毎回。私も、はい、私も回りたいです。僕も回りたいです。っていうぐらい、本当にもう、うん、ツイッターとかされてる方であればね、うん、いろんな出展情報がもう、どん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 上がって、もうすごいワクワクが止まらない時期になってきたところではあるんですけれども、うん、本当に素晴らしい作品が毎回目白押しなので、はい、ね、こちらも要チェックで、ぜひともね、はい、参加いただければと。はい。各サークルさんの最新情報はですね、ツイッターの方でハッシュタグ、でやっておりまして、ですね、JPC2017AA、っていうハッシュタグで、つぶやいてます。で、それを、まあ、ジャパンポニーコンの公式ツイッターの方で RT とかしてますので、ぜひね、お品書きとか見たい方は、そのハッシュタグをぜひ検索すると、各サークルさんの最新情報見れますので、はい。ぜひチェックしてみてください。はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。あと、3階は、先ほども出ましたが、畳の部屋でございますので、休憩スペースになってますので、はい、こちらは、閉まる時間が、ですね、こちらが、一応、ま、14時半、15時16時半か。はい、16時半ですね。になってます。まあ、それまでゆっくりできますので、その時にね、ぜひ、まあ、パネル見ない時間でも、仲間と語り合う場でも全然使ってもらっても結構でございますので、ぜひ活用してみてください。はい、うん。あとは、あれですかね。はい、お願いします。あと、C っていうならと、1階がね、一応、展示とかやっております。はい。一応ね、セレ、ね、展示企画もちょっと言っちゃいましょうか。展示企画として、うん、そうですね。じゃあ、展示企画をちょっと簡単にご説明させていただきます。はい。1日目からやっているものとして、展示企画、まず1つ目ですね、サイレントオークション。うん、こちら前回も実施させていただいたんですけれども、うん、専用の、ビットカード、まあ、名前はビットカードと呼びますけれども、うん、まあ、入札を、入札金額を書き込んで参加するタイプのオークションですね。うん、はい、こちら詳しい説明は当日、サイレントオークションの、展示場所となるところに、ご説明も一緒に書き添えさせていただくんですけれども、うん、この、専用の入札シートに金額を書き込みまして、まああとは従来のオークションと同じように最も金額が高い方が最終的に、落札という形で、入札するタイプの、オークションとなっております。はい、でこちらは本当に、通常の、6階でやるオークションよりは、どちらかというと、お手頃といいますか、うん、より参加しやすい、アイテムを揃えておりますので、皆様ご気軽に、参加していただければなと思います。はい、で、当選者の発表及びアイテムのお渡しは、プレクロージングセレモニーにて行いますので、ですので、オークションが終わり次第、こちらも発表させていただく形になります。はい。で、入札時間は、12時から、15時半までとなっておりますので、この時間までに、アイテムの前にある、入札シートに金額を書き込んで、ぜひご参加していただければと思います。はい。はい、続いて1階の、うん、セレスティアルミュージアムと今申しまして、うん、前回までも展示企画として、かなり、人気を博していましたけれども、今回ちょっと名前を新たに付けまして、うん、セレスティアルミュージアムといたしましてですね、ご自身で制作した、作品であれば、イラスト、フィギュア、立体造形やぬいぐるみ、他にもね、前回までですと、金属を加工したうんうん、うん、マネークリップであったりとか、はいはい、
ステンドグラスとか、本当に様々な、オリジナル作品を、展示することができる企画となっております。うん、でこちらの、受付登録ですね。こちらは、1階の受付にて、行いますので、なので、作品をお持ちいただけましたらば、1階の受付に、来ていただければと思います。で、実施時間は、12時から16時30分を予定しております。うん、ですので、12時より前に作品を持ってこられてもちょっと、受付まだ開始されてませんので、12時以降、受付に作品をお持ちのでお越しいただければと思います。はい。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。あとは、それぐらいですかね、1日目は。あと、公募企画でもう一個ありましたね、そういえばね。そうですね。それだけ最後に説明しましょう。はい。はい。公募企画といたしまして、ナーフ射的ですね。はい。ナーフ、ご存知ない方も、もしかしたらというか、うん、日本ではあまり馴染みがないかもしれないんですけれども、うんうん、ナーフという、ウレタンとゴムでできた弾を打ち出す、おもちゃの鉄砲があるんですね。うん、で、こちらのナーフを使った射的ゲームですね。うん、はい。こちらは、6発の弾でアヒルをテーブルから撃ち落とした数で、景品がゲットできるという企画になっております。素晴らしい。はい。こちらは、マイリトルポニーピンキーが大好きというサムジローさんの提供で、はい、はい。実施させていただきますので、はい。こちらもぜひ、ご来場いただければなと思います。はい。実施場所としては、6階の、うん、6階ホール。はいはいはい、を予定しております。これね、なんかポニコン参加してる人なら1回無料でできるとお聞きしてるんで。そうですね。はい。はい。全員1回ずつ無料でチャレンジできますので、はい、もうね、ぜひ、一等賞を目指して。ね、最近サムジローさんがご自身のツイッターで、うん、着々と景品が届いているというご報告もいただいておりまして、はい、もうこれが、もうこれ絶対欲しいっていうものも目白押しなので、ぜひ皆さんね、挑戦していただければなと思います。はい、もちろん、一応、ウレタンとゴムでできているとはいえ、弾を打ち出す鉄砲になりますので、なので、安全には、気をつけていただいて、スタッフと、および提供者のサムジローさんの指示に従って、やっていただければと思っております。はい。ね、これぜひ、まさになんか縁日というかね、懐かしい。そうですね。ゲーム感覚など、ね、できますから。はい。ぜひ6階の方にね、よろしくお願いしていただければなと思います。よろしくお願いします。とごめんなさい、それから最後にもう一つ。まだあります。お、いいですね、いいです、どうぞ。はい、前回もですね、人気を博しました、うん、ニコ生が帰ってきます。そうです、皆さん、ニコ生今回もね、はい、あります、帰ってきます、はい。今回ニコ生としまして、前回も、キャスターをやっていただきました、うん、ミチートさんとペレグリンさんの、タッグがまた今回ポニコンに訪れます。おお、今回はですね、3階の休憩フロアの、一角を使いまして、うん、ニコ生ブースを設置する予定となっております。はい。で、はい、ホームページの方にも紹介させていただいてるんですけれども、こちらの、参照していただければわかると思うんですけれども、うんうんうん、こちらのタイムスケジュールに則って、数々のゲストをお招きしまして、トークを繰り広げていくというものになっております。で、また中にはお聞きした話ですと、ペレグリンさん、ミチートさんが、ゲリラ的にその場で参加者を引っ捕まえて、うん、インタビュー企画なんていうのも考えているそうなので、なるほど、ぜひこのニコ生にご興味のある人や、あわよくばちょっと出演したいなんていう方は、1日目3階の休憩スペースの、片隅にて行います、一角にて行いますので、こちらもぜひ要チェックでよろしくお願いします。はい。というわけでですね、2日目もね、まとめてドンと行きたいんですけども、ちょっとね、一旦、この辺で区切りましてですね、次回、また、はい、次のラジオでまた2日目の方を、届けしますので、ね、その次回も引き続きチェックをよろしくお願いいたします。というわけで、一旦、白木さんとはこの辺でお別れです。ありがとうございました。はーい。JPC インフォメーションレディオ第20回エンディングでございます。今回はジャパンポニーコン2017の企画について、紹介しましたが、今回前半ということで初日のですね、ご案内でございました。
続きはまたすぐにですね、まあそんなに時間かからないと思うんですけど、また次回すぐにね、更新しますので、引き続きよろしくお願いいたします。ジャパンポニコンの公式ホームページはポニコン .jp ponycon.jp です。そして公式ツイッターも大好評稼働中です。アットマーク japanponycon でございます。ツイッターの方がですね、割と、最新情報をですね、常にこう発信してますので、ぜひ皆さん、まだフォローしない方はぜひフォローをよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ラジオあともう1回で、このジャパンポニコ2017の、最新情報の、更新が、終わるかなと思いますので、最後までもう1回お付き合いいただければと思うんで、よろしくお願いいたします。 JPC インフォメーションレディオ、この辺で終わりでございます。お相手はジャパンポニーコンサーフのチッキーでした。また次回お会いしましょう。さよなら。JPC インフォメーションレディオ、この番組はジャパンポニーコン提供でお送りいたしました。